おはようございます。4月22日朝6時6分の相場解説です。デイリーを見てみるんですけども、随分ねボラティリティが収束してきましたね。以前からお話してきたこのボラティリティというのは上下の幅のことなんですけども、これでギザギザしながら上下の幅がどんどんちっちゃくなってきてますよね。でですね、ここ何日かでもう完全にこんなちっちゃくなっちゃったわけなんですよ。アコーディオカーテンがこう縮むようにですね。でこうなってくるとまたねブレイクの直前だということで、今週は大きな動きがあると思ったんですけど、ちょっと未だにないということで、全然ね今日は、今週はエントリーできてないんですけども、でこちらにあったのがゾーンだったんですけども、ここをねこうやって突き破っていって、多少雑に書きますけども、でさらに下の方に突き抜けた後、もうねふんわりとしてきたので、ここからもう完全横ですね。もう動きがないんでエントリーできてないですね。全然エントリーできてないんですけども、こう収束してきた後ってのは必ずねブレイクが来ますんで、いつものことですけども、このブレイクを捉えていきたいなと思ってるんですよ。はい、これ1時間です。もうねこうレンジになりましたね。ここからこんな感じですか。上下のレンジが見えるんですけども、なんかねそのピップスの差があんまりないんですよ、上下で。だから取るのが非常に困難と言いますかね。全然見込みがないですね。今週エントリーできないまま終わっちゃうかもしれないですけども、まあまだ水曜日ですからね。この上と下のこのレンジの線がありますけども、どっちかに突き破った瞬間に大きなブレイクが来るというふうに考えてるんですけども、今のところね何のフォーメーションも見えてないのと、移動平均線もヒントにならないんですよね。いやー今日も言うことがないですねどうしましょうかって感じです。はい、ではしばらくまた様子を見ないといけないですね。今週エントリーできるのかなという不安が頭をよぎりますけども、こうして油断したらねドカーンといきますからね。とりあえず上に大きくいくのか下に大きくいくのか、これは全然見えてきませんので、今のところ何も言うことがありません。はい、すいません。で本日は以上です。